ジェシー・リーバーフィールドは、アメリカ合衆国入りの一ー、ジョリエット出身の元プロ野球選手、ウト右打ち。ウ九1977年の MLB ドラフト9巡目で、トロント・ブルージェイズから指名され、プロ入り。1981年9月3日のシカゴ・ホワイトソックス戦で、メジャーデビュー。1982年に18本塁打をマークし、ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票で8位に入る。 1985年は打率289.27本類が84打点22盗塁の好成績で球団創設以来初の地区優勝に貢献。カンザスシテロイヤルズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは3勝1敗と大手をかけてから3連敗を喫しリーグ優勝はならなかった。MVP の投票では7位に入った。1986年は オールスターゲームに初めて選出される。打率289.40本塁打108打点を記録し最多本塁打のタイトルを獲得。自身初のシルバースラガー賞、ゴールドグラブ賞を受賞し、MVP の投票でも5位に入る。同時期に活躍したジョージベル、ロイド・モス・ビーとともに、ブルージェイズの最高のガイアトリオを形成した。 当時のアメリカンリーグで最も肩が強いと言われていたのはドワイト・エヴァンスだったがその彼に匹敵する肩とまで言われていた。1989年4月30日にアルライターとのトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。1990年4月26日のシアトル・マリナーズ戦で4回にランディ・ジョンソンから左中間へフェンスオーバーの大飛球を放ち、 通算200本塁打達成かと思われたが、ケングリフィージュニアのスーパー,ーキャッチに阻まれた。しかし次の打席で本塁打を放ち記録を達成した。同年は25本塁打を記録したが、以降は故障もあって成績は加九1992年オフに FA となり、一度は引退を余儀なくされる。1992年11月30日。 メジャー通算241本塁打の実績を引っ下げて読売ジャイアンツに入団。かつての同僚、モスビーと、再びチームメイトとなる。1993年の横浜ベイスターズとの開幕戦で、佐々木和弘から来日初アンダ初本塁打を放つなど、実力の変鱗を見せたが、右手首の手術直後であったことや変化球が、 苦手という弱点を必要に疲れ、チームトップの26本塁が53打点を記録するものの打率215.127三振に終わり、10月29日にわずか1年で退団当時ヤクルトスワローズ監督の野村克也がその強権と長打力を高く評価して獲得に動き、12月14日に一旦入団が内定したが、 メジャー球団との二重契約問題が発生したため12月27日に獲得を断念した。ちなみに当時のインタビュー等でたびたび三谷サイダー好きを公言。販売元のアサヒ飲料から公式戦1号本塁打を放った日に1年分をプレゼントされた逸話がある。1994年は開幕前アストロズの右翼手のレギュラー筆頭候補だったが、 スプリングトレーニング中に指を骨折して自由契約となった。その後、アストロズとシアトルマリナーズのコーチを務めた。息子のジョシュバーフィールドは2001年の MLB ドラフト4巡目でサンディエゴパドレスから指名を受け入団した。もう一人の息子ジェレミー・バーフィールドも2006年の MLB ドラフト9巡目でニューヨーク・メッツから指名を受けたが、同年に父、 ジェシーを抗論の末に階段から突き落とし逮捕された。その後2008年の MLB ドラフト8巡目でオークランドアスレティックスから指名を受け入団した。ありがとうございます。